どうしよう、どうしようか、どうしよう、終わっちゃったよえ、はいはいはい、だよ。あ、でも今回はまたムービーそこで刺す。これどうなの、一旦一番上まで行くのかな。うん、これ行き場ないよ。うーん、急にさ、ドアとか現れても怖いんだけど、分かんなくなっちゃうね。ね、貴様語彙力ねえのか、やってんのかなおとなしくするんだな。もう契約書は巻いちまってるからな。おとなしくするんだな。てか早くね、みんな逃置いてくなよ。ああ、なんだガラス破片、おいしかな、あーなんか破片、なの、あ、いた、来た、やった。まあただ一番上に逃げたところで、あ、救助用のヘリがある。痛い、で当たったよ当たったよ、ここに来て兵器として使うんじゃないか。え、やっぱり、あらららら、やっぱそっち側の人間かい。あれ、そんなにいたっけ。終わった終わった、カイジの下っ端みたいなの出てきた。でもこれでようやく終わりにできそうね。いろいろ知りすぎてると思ったんだよな。確かに、まあ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 だと思ったよ、ね、まあ純粋に仲間だと思っていたことにしよう。うん、なんでか聞いてみたくない？まあね。ねえ、なんで？柏木さん、どうして？それはね。どうして？私が WP コンサルティングの代表取締役、神尾玲子だからよ。私が貸したスマートフォンね。GPS がオンになってるの。それを使って、あなたの居場所をこの彼らに教えていたのよ。この二人がヘマをして、あら、あなたに防衛関係の官僚に現金を受け渡すのを見られてしまったのが始まりだったわ。取引先の兵器を採用してもらうためにちょっと便宜を図ってもらおうと思ってね。あの時は私の判断であなたを始末しようと思ったのだが、行く先々で異変が起こり何度も失敗した。せっかく私があなたの居場所を教えたりおびき出したりしてたのにね。でも今なら納得できるわ。あなたを取り逃がし続けたのはそのとてつもない能力のせい。あなたたちを責めることはできないわね。一緒に行動しているうちに気づいたの。この兄貴みたいな人がボスだと思ってたの。マジで、うん、代表だとは思わなかった。ああまあね、黒幕だとは思ったけど、そう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 、何言ってんだと思ったよ。でも確かにお前のいる場所にしか異変は起こってねえからな。その能力を使えばとてつもない兵器ができる。もうそれまでの兵器が役に立たないくらいのね。それであなたを始末するのをやめ生かすことにしたの。我々 WP コンサルティングのサービスとしてね。そろそろ行きましょうか。この人たちは負傷しているから、これ以上怪我させないように捕らえなさい。抵抗すると怪我するからやめてね。絶体絶命だ、やばい。おっと、この辺大事になってくるよ。撃たれた足の痛みをこらえつつ逃げる。自分の能力で傷を癒さないか試してみる。観念して降参する。一番下選んだらもうゲームオーバーな気がするから。またやり直す可能性があるからな傷癒せんのかな、無理だろうな。やってみるか。一応やってみる。うん、ねえ、いくぜ。うん、あ、いいよ、はい、いいよ、はい、んよいしょ、いけそう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 、あ
れ行けそう、行けそうだよ。行った行けた行けた行けた、やったぜ。強っ。そっちの能力の方がすごい。うん、さすがね。今初めてやったんですけどいつもやってる感じでしたけどさあ逃げよう。逃げるけど、何これ、なんかスローだぞ。能力使えてる？わあ、四角、すっごいスローだけど大丈夫邪魔だな大塚。邪魔だな、お前が邪魔だわ大塚もスローだあれ囲まれてるやんけ。じゃあいらないよ、さっき。何だったの？バイバイここで。あれ大塚何やってる？あ、ユキ。うん、ユキじゃない。違った。うわ、なるほどね。あ、社長今助けます。確かにそうだね忠実ねそうだね、今社員だからね、正社員だからそう確かに社長だわこの人、うん、これしかないな契約社員かもしんないけど社長、社長今助けます。ありがとう実はそれ今まあ部下だからね。そう。柏木さんはヘリに向かってください。雪倒れてる。私は雪を連れて行きます。私はあなたの圧倒的な力で戦争というものを無意味なものにしたかった。もう弟のような悲しい出来事を起こしたくなかった。オッケー説明後でいいよ。リサさん。うん。あれ実話だったんだね。ねえ、作り話じゃなかったんだ。うん。行くぞ、雪。おい待て、まだ人が残ってる。ダメだ、これ以上待つとこっちも危ない。え、乗った？乗った？乗ってぬー。ありがとう。謝る、怒る、観念する。うん、謝っとこか。謝ろっか。うん、巻き込んでしまってかな。うん、そうね、巻き込まれたのかもしれんけど。私のせいであなたを巻き込んでしまって、ごめんなさい。大丈夫だよ。え、どうしようか。どうしよう。終わっちゃったよ。ちゃんまくん、終わっちゃったよ。え？ちょっと待って。何これ？星？怖。なんか全然こう受け止められてないんだけど、どうすればいいのこの解説と。読んで。この星に立ち去り、抗議を受けて学校から帰る途中のあなたを見つけたのです。早い。休息の間、私を譲ってくれるものが必要でした。そのため、守ってくれるか。あなたに力を預けました。影を追い払うほどの力を渡せませんでしたが、それが精一杯でした。私はユキというものの思念をもとに、その姿を借りあなたの記憶に干渉して守りたい人となりました。そして力を取り戻すまでの間、ユキの思念に隠れ、影から逃れようとしたのです。影は私が長い旅で得た知識と力を宇宙を支配するために利用しようとしています。私は影に囚われるわけにはいかないのです。しかしこの星でも影は次々と現れました。その中であなたといる時間はとても興味深いものでした。あなたはユキに激しく高ぶっていましたね。ってましたね、うん、なんとか逃げ延びることができてよかったです。あなたのお湯が沸いた夜間のモノマネはとても上手でした。これはちゃんまがやるんだよ。その懐かしいとても大きな食べ物を食べましたね。私の分も食べてくれてありがとう。
あなたは危険も鑑みず炎の中に飛び込んできてくれましたね。とても頼もしかったです。あなたに訪れた病院で偶然ユキの家族に再会したとき、彼女の感情が高ぶっているのを知りました。私を狙う影によって彼女の家族を巻き添えにしてしまうと思い、遠く離れた会場の小舟に飛び込んだ、うん、しかし影の追跡は止むことはなく、海の底からも現れました。そのため私は影に見つからないようにできるだけ思念を、潜めるように努力しました。私が潜んでいる間の行動はユキの思念に任せるようにしました。一回裏切ったけどな、うん、あなたがこの星の住民を力で威圧した時、ユキはあなたを守ろうとしていました。ユキは私の予想を超える行動を取るようになってきました。本来ユキはあなたに守られなければなりません。しかし彼女はあなたを身を挺してまで、ああ、互いを思い合うあなたとユキの信頼関係をとても頼もしく思ったのを覚えています。不気味な研究所であなたがユキを刺した時は彼女はひどく悲しんでましたよそうだよね。私は今までずっと一人で旅をしていました。その中でもこの星での旅はとても興味深いものでした。あの力を利用しようとする発想と執念はこれまでの影とは違う初めて見る脅威でしたし、あなたの一見場当たり的な判断が結果としていい結果につながっていたのも興味深いものでした。客観的に見てんな下水道の中は進んだりいろんな場所に行きました。今では全ていい思い出です。あなたと共にいた時間は短かったですが、とても大切な時間になりました。姿を借りたユキには長い眠りから呼び起こすようなことをして申し訳ないと思っています。あなたの献身的な動きには感謝しています。おかげで力を取り戻すことができました。あなたの機転の利いた行動には何度も助けられました。とても頼もしかったです。守ってもらったのがあなたでよかった。降り立ったのがこの星でよかった。さて私はそろそろ元の旅に戻らねばなりません。え、終わり？うん。ありがとう。さようなら。ああ、爆発した。教えて。私の行動や考えていたことは私の意思ではなくて、気づかないうちにあなたに与えられていたものだったの。あなたと経験したいろいろなことも、あなたへの私の感情もあなたから与えられたものなの。もうユキは答えてくれなかった。これが最後かな。うん、まあこれなんだが、うんまあそんなこと考えてる場合じゃないんですよね。実はそれ以上に、お、乗れてた。目が覚めたか。あれ、ユキは
誰だそれ。ユキって知ってるか。いや、誰だ。私も知らないわ。ああ、知らないな。そうだ、確か彼女からブレスレットをもらっていたはず。5万で買い取ったもんな。あ、ほらこれ、ユキからもらった。あ、やっぱユキの服着とくべきだったわ。じゃあねえ、着てたらね。え、そうだな。腹でも減ってるのか。ほら、これでも食べときな。また唐揚げかーい。え？後に緑、紫の悪夢と呼ばれる一連の異変はわずか数字の出来事であった。世界中の研究機関が数ヶ月もの間その現象と原因を調査したが何もわからなかった。巨大異星人や巨大怪物、巨大怪獣の出現により、宮都市かな、を中心とした120キロ圏は甚大な被害を受けた。ウェブライター大塚は一連の異変での自らの体験談を刊行しベストセラーになった。 W&P 代表の、例の彼女が、うん、あ、逮捕されちゃったんだ、うん、読めなかった。カンって書いてあるよ、うん、なるほど。はい、虚栄都市最終回お疲れ様でした。お疲れした。はい。最初の方は若干読み込めなかったんだけど、結局ユキは何だったの？星だったの？え、なんか星っていうか別の、わかんない。なんかわかんない。いや、よくわからなすぎてさ、最初全然追っつかなかったんだけど。なんかもう最後の流れてきてんなと思ったら、なんかもうそ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 う、ちっちゃい窓枠で話進んでたから、ちょっと最初見てないんで。で全然こう理解が追いつかなくてさ、うん、途中からなんとなくこうユキがこう実は他の星のもので一時的にこう意志として近くに寄り添ってくれてはいたけれども、うん、それはなんか実は君のなんちゃらでみたいになってて、うんうん、で最後爆発したユキが、ね、よく分かんなかった。よく分かんなかったな。そうですか。とりあえずでもお疲れ様でした。お疲れした。はい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 。殺人ミスおよび誘拐容疑で逮捕された。まあね、うん、まあそれ以外は特に。ああ、お花屋さんだこれ。はいはい、一番最初だね。うん、なんか前助けるみたいな、お金出してさ。ああ、異変の中、うん、花屋を続けている女性がいることを言うと、まだやってたんだ、まだやってたんだ。生きてたこの人。あったね、なんか息子のためにみたいなやつしてたね。よかった、生きててよかったな。はい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 、うん、はいはいはい、本当だね。なるほどね。警官も捕まってるって書いてあるけど、これね、さっきの助けてくれた人だよね。警部懲戒免職なんだろうな。うん、そう、なんでなんで懲戒免職になった。暴力を伴う行き過ぎた捜査手法やある種の凶悪犯罪に目撃しても自分の裁量で見逃したりしていたことが問題視されていた。そっか。うん、捕まった時の写真もグラサンってやばいな。外させろよ。あ、顔も出ちゃって、ね、やばいねこれ。うん、撮られちゃってんじゃん。まあまあまあこんな感じですね。うん、これ次へ何のこの、ちなみに、あ、終わりだね。うん、はい、というわけで、今回で虚栄都市は終わりになりますけれども、また次回ね、どんなゲームやっていくかはまだ考え中なんですけれども、まあ次回のゲームもお楽しみにしていただきつつ、はい、まあちょっと名の知れたキャラクターがいっぱい見られてよかったです。最終的になんかよく分かんなかったんですけど、正直。
ね、本当にただ後ろにいるだけだったけど。まあ逃げ切れたというところで。うん。はい。まあよく考えたら最初から最後までよくわかんないこといっぱいあったよねっていう感じだったし。はい。最後だけよくわかんなかったわけじゃないね。うん。まあね、ずっとだったけど。はい。というわけでこのゲーム一旦終わりです。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。